トマス・ピナイスラは、スペイン・ビジャルタ・デ・サン、ファン出身のサッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・デポルティーボ・アラベス所属。ポジションは MF。カスティー・ギャラ・マンチャ州、シューダ・レアル県のビジャルタ・デ・サン・ファンに生まれ、マドリード首都圏地域にあるアマチュアの CD もストレスで、プレイした後、2008年末に、バレアレス諸島の RCD マヨルカに移った。 2010年1月31日のヘレス CD 戦でブルーノチナとの交代で10分間出場してトップチームデビューした。2009から10シーズンはシーズンの大部分をセグンダ・ディビジオン B の RCD マヨルカ B で過ごし35試合に出場して3得点を記録した。2010から11シーズンはマヨルカ B で17試合トップチームで9試合に出場した。 2011から12シーズンはトップチームで31試合に出場し、2012から13シーズンは36試合に出場したが、シーズン終了後にセグンダディビシオン降格が決定した。2013年7月、ジョバニドス・サントスと共にビジャレ・アル CF に移籍した。移籍金は2人で1000万ユーロで5年契約を結んだ。 2016年7月4日、ジュピラープロリーグのクラブブルッヘに4年契約で移籍した。2017年8月7日、デポルティーボ・アラベスに買取オプション付きのレンタルで移籍した。2018年8月12日、アラベスが買取オプションを行使して完全移籍したことが発表された。2021年7月13日現在、ありがとうございます。